フリードリヒ・ヴィルヘルム一世は、ヘッセン選帝公。フリードリヒ・ヴィルヘルム一世は、ハーナウで、後の選帝公、ヴィルヘルム二世と、非アウグステ・クリスティーネとの間に生まれた。ヘッセン・カッセルがフランスに占領された間、フリードリヒ・ヴィルヘルムは、母アウグステに連れられて、ベルリンに留まっていた。父ヴィルヘルム二世との関係は、父が、愛称エミーリエ・オルトレップを寵愛していたせいで、悪かった。1831年9月、フリードリヒ・ヴィルヘルムは摂政となった。彼は大臣、ルートヴィヒ・ハッセンプフルクの影響のもと、反動政治を指揮し、このために国民の信望を失った。1848年革命に際しては、要求に屈するよう強いられたが、革命が破綻後、1850年にハッセンプフルクを復職させた。1866年に起きた広塩戦争でフリードリヒ・ヴィルヘルムはオーストリア側についた。ヘッセンの首都カッセルはプロイセンに占領され、フリードリヒ・ヴィルヘルム自身は捕虜となってシュテッティンへ送られた。同じ年、ヘッセン選帝公国はプロイセンに併合された。フリードリヒ・ヴィルヘルムは二度と自身の領土をプロイセンから取り返すことはできず、ドイツ帝国成立後にも君主位を取り戻そうとしたが、果たせなかった。1875年、フリードリヒ・ヴィルヘルムはプラハで死んだ。死後、ヘッセン・カッセル法伯課課長となったのは、また、従弟のヘッセン・ルン法伯フリードリヒ・ヴィルヘルムであった。1831年6月、フリードリヒ・ヴィルヘルムは、ゲルトルーデ・ファルケンシュタインと貴船結婚した。父ヴィルヘルム2世は彼女をシャウムブルク伯爵夫人とし、フリードリヒ・ヴィルヘルムは1853年にゲルトルーデをハーナウ公爵夫人に叙爵した。夫妻には9人の子女がおり、ハーナウ公子、公女の称号が与えられた。ありがとうございます。